サライは、13世紀から15世紀にかけて、キプチャク草原を支配したモンゴル遊牧政権、ジョチウルスの首都だった場所。中世には、世界最大級の都市で、その人口は最盛期には60万人に達したと見積もられているが、現在は廃墟と化している。都市の名はペルシャ語で、館、宮殿、オアシス、故郷などを意味するサライから来ている。漢字では、 サツライと表記される。1389年、ティムールとの戦い以前のジョチウルス。星印が、首都サライサライの町は、カスピ海の北の平原地帯、アフトゥバ川の東岸にあった。この川は、ボルガ川再下流の分流で、ボルガから東に分かれ、5 3 7トル、平行しながら、ボルガデルタを形成しつつ、カスピ海に流れる川である。サライの遺跡は、 現在のロシア連邦アストラハン州の州都、アストラハンから 120km 北に位置し、アストラハン州原リ地区のセリトヤンの家村付近にある。バトゥサライから出土した宮殿の装飾サライの町を建設し都と定めたのは、モンゴル帝国の西方遠征軍の司令官、バトゥであり、ルーシ進行やポーランド進行を進めていたさなかに、オゴデンハーンの死の知らせを聞いて、 東欧から引き返し1243年頃この地に自立政権を築いた。ローマ教皇がモンゴル帝国に使わした施設であったプラノカルピーネ一行は建設途上の当地を訪れている。ジョチア第5代当主のベルケはボルガ川水系のさらに上流に新サライを建設したとされるが、その存在には疑問もある。 新サライとされる遺跡は同じくアフトゥバ川沿岸のサーレフ村にあり、ボルゴグラードの東約8 5トルの位置である。ジョチウルスの支配層はイスラム教を受け入れるようになったが、住民の心境には寛容であり、様々な宗教施設が建設された。新サライの時期の1261年、聖教の司教たちがさらイに教会を建設したが、 大オルダの分裂が進む1454年に、モスクワ近郊に移り、クルティチ修道院を築いた。イブン・バットゥータは14世紀前半に、ジョチジウルスとその首都サライを訪れ、その壮麗さと広大さ、人口の多さと多民族ぶりに驚き、アラーブペルシャロシアギリシアイタリア諸都市など各地からの、商人で賑わう様や、キリスト教やイスラム教の広がりを伝えている。 ウズベク藩の時代にはサライには西洋やイスラムの影響を受けた壮麗な建築物が建設され、ジョチウルスと共に全盛期を迎えた。モスクワやトベリなど、ルーシ諸国はたびたびサライを訪れて、功能を行い、ジョチウルスへの侵入を誓った。ルーシ諸国はモンゴルのルーシ侵攻以後、ジョチウルスへの服従とサライへの功能を強制されていた。 15世紀末まで200年以上にわたって続く、モンゴルによる支配を、ロシア史では、タタールの首輝と呼ぶ。新旧のサライのほか、ジョチや第12代当主ジャーニーベクは、カザフスタン最西,西部のアティラウ州周辺に遷都し、サライ地区という都市を築いている。後の野外オルダはこのサライ地区を首都にしている。バトゥサライやベルケサライはたびたび破壊されている。 ティムールは1395年、征服途上でサライを破壊した。クリミア半国のメングリ一世ギ礼は1502年に、サライを破壊し、ダイオルダを滅ぼした。サライの最後の破壊は1556年、モスクワ大公国のイヴァニ4世が、アストラハン半国を征服した後であった。1623年から1624年に、かけて、 商人フェドット・アファナシェビッチ・コトフはペルシャへ旅し、途中通ったボルガカ流について次のように述べている。ここ、アフトゥバ川にかつて黄金のオルドが建っていた。藩の宮廷、宮殿、モスクはすべて石造りであった。しかし今、これらの建物は崩壊し、残った石は資材としてアストラ藩に運ばれている。これはおそらくベルケサライア土地についての記述であろう。 ありがとうございます。